ちゃんのね、お茶碗ですね、うん、可愛いんだよね、カーベちゃんね。うん、カノンが茶お茶碗が喋れば面白いかもね。カービィちゃんのさ、なんか声優さんが可愛い人いるじゃん、誰かわかんないけどね。ああいうのあってもいいさ、そうだな、勝手に思いついただけやね。まあ、これに音があった方が本当にいいんだけど、今もできてないからさ、音があった方が絶対いいよね。まあヒーリング的な、うん、ものがあればね。まあ普通の人はどんなふうにしてんのか分かんないけどね、テレビとか、まあ、見ないからね、普通ね、私なんかはね。うん、あとヒーリング的なもの持ってきた方がライブ配信的にはいいんだろうな。自分の顔で映して食べるってなんかちょっとね、汚らしいもんで考えたらね、うん、私の配信スタイルは顔映さない方がいいだろうな、うん、今はね、世の中おかしいからね、ま、顔映すようなもんじゃないね、うん。まあ、インターネット回線がまともになった時に、うん、回線じゃないのができた、台頭してきた時にやっと出せるかなって感じかな、今のところな、うん、まあね、今ね、なんかシンセサイザーがよく売れてるよね。まあまあね、そう、まあちょっと売れない時もあるだろうけど、種類ってね。私 MODX 買ったんだけど、ね、シンセサイザー使える人ってすごいなと思うよね。うん、誰かこう、うまくこう、使いこなせる人がいっぱい増えればね。うん、最近シンセサイザーの動画よく見るようになったね。うん、小室さんのね、シンセサイザーも付き合ったんですけどね、今個人で弾いてる人いっぱいおるよね。うん、お金がいっぱいあればね、ボーカル道欲しいよ、本当はね。まあいいフルセットね、30万ぐらいするよね。うん、ボーカル道フルセットは30万ぐらい、だいたい初心者用でね。うん、簡単な入門編だと1万6000ぐらいかね。うん、あれだけどキューベースがついてないからね、意味ないんだよね。キューベースとマックがいるからね。まあそしたら2、30ぐらいいくんじゃない、50とかね。うん、そのぐらいいると思うわ。うん、そうそう、初音ミクってボーカロイド欲しいんだよね、本当はね。シンセサイザー買ったのはいいんだけど、うん、まあ自分で曲作れたら一番いいよね。何ループかさせればね、いいんですよ。著作フリーで作って、うん、アルペジオで作ってもいいんだけどね。私は音楽知識あんまないから、アルペジオで作って、で、YouTube にちょっと上げてね、まあ、せめて30分ぐらいがいいかな。1時間だと結構長くかかるもんな、アップロードするね。うん。まあ、将来的にはボーカロイド買おうかな、思うんだけど、今はシンセサイザー買っただけ精一杯やね。うん。これから先は個人主義だから、自分が好きなことですよね。まあ、やっていくっていうのが、うん、時代。なんでね、私は今配信よくしてるけどね、そう、
それでいい。